第二革命とは革命における第二段階のことで長く続いた既存の体制を打破した後に現れた暫定政権を倒しさらに革命を推し進めていくことであるこの項では固有名詞としての第二革命である中国で1913年7月に起きた軍事放棄について解説する1913年7月孫文ら国民党勢力は 遠征外政権打倒のため、民国革命の2段階目として、一連の軍事放棄をした。この時の国民党側は、内部統率が取れず、民間や海外の支持も集めきれない中で敗北し、鎮圧された。1911年の侵害革命により新潮は、倒壊し、中華民国が1912年に成立した。その中で、革命派は、 新朝の実力者である遠征外と妥協し、遠征外を臨時大総統にすることで、ようやく革命を成し遂げた。しかし、遠征外と革命派は対立を抑えきれなくなり、革命派寄りであった、と将棋内閣は崩壊した。1912年8月25日に、孫文を代表とし、総理を総教人とする中国国民党が結成され、 1913年3月の最初の衆議院参議院国会議員選挙では議会政治で政治の主導権を握ろうとした総教人により国民党が870議席のうち401議席を獲得して勝利した。総はさらに自ら内閣を組閣し国会で遠政外を罷免して霊元広氏を大総統に据えようとしたとも言われる。遠政外はアメリカの政治学者 フランク・グッドナウによる意見を取り入れ立憲君主制を目指す権力拡大を図り、1913年3月に資格を放ち、総教人を上海で暗殺した。当時中華民国の全国鉄路、ただ主弁として中国国内の鉄道建設を図っていた孫文は、総教人暗殺直後に訪問先の日本から帰国し、武装放棄で遠征外を打倒することを図った。 遠征外との和解を図っていた、高校ら国民党有力者も結局賛同し、放棄計画が練られることとなる。軍事放棄に至るまでの間、国民党側は各地で暗殺、破壊活動を行ったが、大きな成果はなく、北洋政府により鎮圧された。政治方面では、厚生と徳利列ひ氏や暗記都徳柏文儀、関東と徳古官民、 そして北京国会の国民党派が、遠征外を弾劾した。こうした動きに対して、遠征外側も対抗し、5月には国民党派に対する軍事作戦を策定した。そして6月には、李烈一氏、柏文威、古官民の三都督を罷免した。1913年7月12日、李烈一氏が、厚生省にて放棄する。続いて、チャンス省で、高校。 上海で陳そのび、関東省で陳慶明、安岐省で柏文吟、四川省で熊、国部、福建省で巨高里、湖南省で丹野部、河放棄。李列人氏が七章を打ち、園貫軍司令となり、高校は南京で独立を宣言した。しかし園政外の北洋政府軍が南進すると、革命軍はこれを防げなかった。 後世では8月18日に南章が北洋政府軍に脱会され、李歴人氏は敗走した。高校は7月28日に早くも南京を脱出している。上海では陳その美の率いる革命軍が兵器工場である江南製造局を攻撃したが、攻略できず、様子高岸のご招砲台に撤退。 高校や古官民がこれに合流するも、北洋政府軍の援軍に包囲され、赤十字会の仲裁で8月13日に、砲台から退去した。他の地域でも、革命軍は敗退し、8月には、孫文、高校、古官民、李烈ひとしらが日本に亡命。こうして、第二革命は終わりを告げた。8月5日に、北首派遣隊の川崎教一隊員が、 南軍の艦長の疑いで北軍の兵士に捕らえられ、監禁された。8月8日に孫文は日本に亡命した。8月11日には南軍が中止派遣隊西村彦間将尉を拉致領辱した観光事件が発生した。9月1日には北軍と南軍が南京で戦闘中、北軍の長軍が在留日本人3人を殺害し、 日本人商店を略奪した。国民党派を武力で倒した、袁世外は正式に大総統に就任した。1914年に孫文は中華革命党を組織するが、園は国民党を正式に解散させ、国民党員の国会議員から議員資格を剥奪した。その後も国民党員を迫害し、さらには議会解散を強行した。 孫文らは1914年6月に東京にて中華革命党を結成し半円政外闘争を続けた。独裁を進めた円生外は1915年に自ら皇帝になるが、これがあだとなり五国戦争を引き起こすこととなる。ありがとうございます。